近況ご自身ではどう感じていらっしゃいますか。はい、あの、ここ二場所は、結果が思うようには、出てないです。初日特選競争となります。二等選手の戦い方を教えてください。はい、あの、初日、まあ、短期、なんで。まあ、自分の考えうる。まあ、すべてを出して。まあ、一番いい走りをしたいです。短期での競争というのはいかがでしょうか。まあ、苦手意識はないです。 今回が A 級戦最後の競争となりますけれどもどんな意識を持ってレースに臨みたいですか。まあそうですねあの来季から S 級ということで、まあ、周りのレベルがまあかなり上がってくると思うんで、まあ、最近、自力を出すようなレースというのが少なくなってきてるんですけどし,、まあ、しっかりと自力も出しつつ、まあ、自在性も出しつつ、まあ 強い競争をできればいいなって感じですね欠場明けとなりますがここまではどのように過ごされましたかえそうですね1週間ぐらい一生懸命練習してきましたその練習の練習の手応えというのはいかがでしょうかうーん、そうですねまあ、ちょっと病気明けなのでまあ、う,うまくはいかなかったと思いますけど一生懸命やれるだけやってきました丸渕選手の戦い方教えてくださいはい、えー、僕は宮下くんの番手を回らせてもらいます 宮下選手との連携も今までもありますか。いや、多分ないと思います。初めての連携ということですが、宮下選手に。のイメージ。あのす、すごい地足で強いので、まあ、安心してついていきたいなと思います。では、今シリーズの意気込みをお願いします。はい、えー、最終戦、いい結果残せるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。近況バック取るレースもありますが。 レースで意識していることはありますか。そうですね。先行は基本で、あのまあマクリもいろいろできるようにはい走ってます。ここまでは中いつかりました。どのように過ごされましたか。はい、えー、練習とケアをしてきました。その練習の調子というのはいかがでしょうか。まずまずだったと思います。はい、初日特選競争となります。中野選手の戦い方を教えてください。はい、えー、中金ラインの先頭で、はい、頑張ります。 ラインも一番長くなって有利に運べそうですか。はい、そうですね。いつも通り走れればいいかなと思います。来季は S 級戦となりますけれども、練習でも S 級もイメージしながらですか。はい、そうですね。S 級イメージしながらはいそれに向けてはい頑張ってます。では今シリーズの意気込みお願いします。はい、今節も精一杯頑張ります。応援お願いします。ここまで二週間ほど空きました。どのように過ごされましたか。 ちょっと体調を崩して少し休んだんですけどまあ、普通には練習できましたその練習での手応えはいかがでしょうかまあ悪くない程度に仕上げてきたと思います初日特選競争となります坂上選手はどのように戦いますかえ中金で中野君がいるので佐藤渡とも話したんですけどバンデで頑張ります中野選手との連携は今までもありますか ええと、多分初めてですね。<あ>はい、中野選手のイメージはいかがでしょうか。顔に似合わず攻めているイメージがあります。では、今シリーズの意気込み、お願いします。ええと、弟が頑張ってるんで、僕も負けずに。一着目指して頑張ります。欠場明けとなります。ここまではどのように過ごされましたか。まあ、ちょっと退場方針になっちゃっ。っ で、まあ、それが落ち着いて、ちょっと、まあ、練習できたかなとは思います。練習自体はどのぐらいできましたか。うん、まあ、大体十日ぐらいはできたんじゃないかなとは思います。今、練習で気をつけていることはありますか。うん、まあ、そうですね。その、その練習中に一本一本、まあ、無駄にしないように、まあ、いろいろ考えながらっていう感じですね。初日です。高木選手の戦い方を教えてください。短期で頑張ります。 短期での競争最近も多いかと思いますけれどもいかがですか。短期結構多いんですけど、まあ悪くはないと思います。この斜めの中でどんなレースになるかイメージできていますか。まあ基本中段中段にいるような感じになるとは思いますね。はい。では今シリーズの意気込みお願いします。しっかり決勝乗って決勝でもいい着目指して頑張ります。応援してください。 近況ご自身ではどのように感じてますか。はい、まあ、ここ何場所かは徐々に踏めるようになってきたと思います。バック取るレースが続いていますけれども、今レースで意識していることはありますか。そうですね。まあ、とりあえず自分の持ち味をしっかり出せるように。を考えて、はい、走ってます。その持ち味というのは何ですか。そうですね。まあ、人より長い距離踏んで、まあ。どこまで伸ば、粘れるかなっていうの、はい、やってます。今練習で意識していることはありますか。 まあそうですね。まあ冬になってきた重いパンクになってきたので、まあ自分の客室に合ってきたのかなと思うので、まあとりあえず長い距離っていうふうに意識してやってます。初日となります宮下選手の戦い方を教えてください。はい、えっと関東二社で、えっと前で、えー、まあしっかり自分の力を出し切れるように頑張ります。平塚のイメージはいかがですか。まあ平塚はまあまあ優勝したこともあるので、まあいいイメージだと思います。 では、今シリーズの意気込みお願いします。はい、えま、ー、あしっかり一戦一戦力出し切れるように頑張ります。よろしくお願いします。今回は追加で中3日どのように過ごされましたか。えっとちょうどえー、っと治療中での時に追加を受けたんでコンディションはバッチリだと思います。では調子だったり疲れというのは全く問題ないです。はい。初日特選競争となります。佐藤選手はどのように戦いますか。 中野君、忠勝さんの後ろ、三番手で、中野選手との連携は今までもありますかもう何回かあって、いつも積極的に仕掛けてくれるんで、はい、もう安心して、後ろ、固めてきますでは、今シリーズの意気込み、お願いします追加ですけど、精、えー、と精一杯力出し切れるように頑張ります。